どうも、アイツです。今回はですね意図的に脳編集テロップも一,一つも入らないですし変に止まってしまったところとかもそのままいきますあのリアルなままちょっと伝えたい本当にえ目の前で話をしてるかのように受け取ってほしいなと、まあ、あれよ塾とかさ学校の面談室みたいなところでこう対峙してねみんなとこう話している感じで受け取ってほしいなと思っているので、まあ、このままいきます で、この動画の流れの趣旨としては、まず1個自分から伝えたいことがある。で、これは、特に受験生なんですけど、9月以降に、すごいショックなこと、まあ、うまく思い通りいかないことが、1つ起こる可能性がありますよっていうのを先に伝えておきます。で、これは知っておかないと、知らない状態で、ノーガードでそのダメージを受けると、本当に心折れる受験生が出てくるところなので、まあ、それを伝えます。で、その後に、今この動画を撮る前にね、Google フォームとか、 ツイッターとかね、皆さんいただいてコメントとか読ませてもらって、まあ、いろんな相談をね、わーって見てきたんですよ。で、わーって喋りたいことがある。で、もうまとめてません。あの思うがままに喋ります。だから、この動画の意図としては、まあ、9月も終わり、あごめんなさい、8月も終わりじゃないですか。見た後に、やっぱやんなきゃやべえなって、やんなきゃなっていうふうに思ってもらえるたらいいなと。そんな動画になったらいいなと思っておりますので、まあ、受けどう受け取ったかコメントに書いてください。 一言でもいいっすね頑張ろうとかねでも構わないので本当皆さんのコメント読むの楽しみなんでねぜひぜひよろしくお願いしますではではまずじゃあ自分から伝えておきたいことね話しておくんですが、まあ、何がねこうまずいことが起きる可能性があるかっていうと夏休み明ける、まあ、今日からねもう学校スタートしてる方もいらっしゃいますが、えー、テストがあります模試とか、まあ、実力テストとかねあると思うんですよだから自分がその学年とかその地域とかねその県単位かもしれないけども 今どの辺の位置にいるのか偏差値込みでね出てくるじゃないですかで夏休みまずよ夏休みまず頑張れたなって自分の中で自分を褒めることができるくらい頑張れたなって思える方はきっと100%中10%ぐらいです実際そこまで思えてる方ってでもう一個言いますその頑張れたなと自分に褒めてあげられるレベルにいる方の中でも半分くらいの方が模試で思い通り出ません 結果が。あんなに頑張った。自分の中ではね、自分を褒められるくらいに頑張れたと思ったのに、思っている成績が伸びなかった。下手すると、停滞、ね。変わらないとかい、下がることさえある。これ起こります、実際に。たくさんの塾講師の時、あ、塾講士にね、たくさんの生徒を見てきて、怒るんです。こっち側もショックなんですよね、正直言うと。頑張ってるのをすごい見てる。ね、その夏季講習以外にも塾会と、自習室に毎日来てた、塾で。 ですごい頑張ってるのを見てたし確認もしてたんだけど、模試で伸びない。俺埼玉県でやってたんで、北進テストっていうのがあるんですよ。すっごい大きな模試が。で、結果が出るんですけど、9月の北進で伸びない。まあ、本人もうめちゃめちゃ凹むわけですよ。でも、やっぱりいろんな生徒を見てきて、伸びるタイミングって、そこ絶対9月、のね、夏休み頑張ったら9月に絶対伸びるってわけじゃないんですよね。で、その後に、やっぱり違う10月、11月とかに、急にグイーンって伸びてくる。パターンの子も、やっぱりいっぱいいるんですよね。 だから、まず、伸びない可能性がある。だって、周りも勉強してんだから。みんなだけじゃないんだよ。周りも勉強してるんだから、周りも当然伸びてるえ。自分が成績上がらなかったのが伸びてないんじゃないんだよ。伸び率が周りと同じぐらいだったっていう可能性がまず1個。そしてもう1個は、模試とか実力テストっていうのも、範囲が広いわけですよ。広い範囲の中で、全部出てるわけじゃないからね、単元。 ま、理科の方は分かりやすいよね。理科でたくさんの単元がある。電気、天気、ね、葉っぱ、ねこう化、化学反応とかね。その中の全部が出てるわけじゃない。自分がちょっとね、勉強すごい力を入れたところが出てない可能性だってある。だから、まあ、そういった運要素もどうしても入ってくるので、いいかいを見なかったとしても、へこたれない。私が伸びる。俺が伸びるのはここじゃなかったんだって。そこで折れてしまったら、そこでやめてしまったら、 今までの努力は全部水のまになっちゃう。いや本当はなってないんだよ。ねっ、血とない肉とないってなってんだけど、でもやめちゃったら意味がなくなっちゃうじゃんか。いいかだから、伸びない可能性があるかもしれないって、それを覚悟した上で、次のテストまでまず頑張ってごら今日からもう一回ね。まあもちろん頑張ってると思うんだけど。で、えっ、ー、と、自分の中で夏休みがうまく使えなかった方、えー、全く努力できなかった方、本当、ゼロだと毎日ダラダラして何もしなかったっていう方に関しては、それはもう何も言えない、正直。 もうあのー、本当にそれで、変わりたいなら変わりな、今日から。あのー、<laughs> 話が逸れちゃうんだけどさ。あと、何月前に、ね、偏差値いくつ上がりますかって相談はめちゃくちゃ多いです。で、これは生放送の時とかでもよくね、聞かれて、俺、毎回同じこと言ってるんですけど、上がりますか上げる覚悟はありますかって。それだけです。上げるかどうかです。上がるかどうかじゃないんですよ。だってそこで、上がりますかって。俺が上がりませんよって言ったらやめるんですかその戦い。だ、それだったらそれまでの覚悟ですよね。 俺にもしじゃあ、んまあ俺じゃなくてもね、他の先生にも、いや無理だよって言われたら、なんでうっせえなって、無理とか言うんじゃねえよって、やってやるよって思えるんだったらいいんだけど、そうじゃない気がしていて。だから、まあ別に、明日ね、入試も明日でも明後日、来週でいいか。来週のあと7日後に入試があります。偏差値が20足りません。まあ99.9%、まあ一体100%かな。もしかしたら、 マークシートとかさ、勘で全部すっごい当てはまって、あの、受かれるってこともあるかもしれんけど、そうじゃなかったら、も、ま、う、あ、ほぼ落ちます、それは、はい。無理ですね。でも、まだ数ヶ月ある。数ヶ月あるこの時間を腹をくくって、とにかく勉強する。とにかく自分のスキルアップ、レベルアップするために勉強する。もう持てる時間。睡眠とか食事とか風呂とか、ね、トイレとか。そういった時間以外をもう全部勉強に捧げるんだぐらいな。腹をくくったら、伸びますよ。偏作10とか。 15回らったら間に合うと思うけどね。って思ってます。はい。<laughs> いろいろ添えちゃいましたけど。なので、まずまあ今回伝えたかったのは、夏休み明けのテストでうまくいかない可能性がある。でもそれは、えっ、ー、と、へこたれるタイミングじゃなくって、いつも言うけど、できなかった問題との出会いはいい出会いなんです。自分のレベルをアップするための出会いなんだから。そういうふうに思って、どんどん上げていきましょう。必ず上がる時が来るから。続けていれば。っていうのを思っておいてください。 で、えっと、ま、一番言いたいのはですね、もう、ちょっとね、ぐだりましたけど、さっき伝えちゃいました。はい。やっぱり偏差値上がりますかとか、間に合いますかっていう相談に関しては、やっぱそこを思ってます。あのー、効率のいい勉強法を求める方は多いですね。私もまあもちろんそうでした。ね、できれば効率よくしたいし、例えば1ヶ月間この勉強法で努力したのに、後々よ、1ヶ月やってきた後に、いや、その勉強法悪くない効率って、あ、もうこうやってけばよかったのに、もったいなかったねとかって言われたらさ、イラッとする時へ凹みますよね。 でもね、そんなことは大してないっす。ない。例えば、まあ、自分で言うんだったらなんだろうな。じゃあ、友達とね、毎回、まあ、今コロナ禍であんまりやらないと思うけど、毎回毎回友達4人で集まって、お菓子食べながら喋りながら勉強してました、毎日5時間ってあ。くっそ効率悪いなと思います、それに関しては。やめとけって思いますけど、多分そこまでする方ってほとんどいないと思うんですよ。大体が、じゃあ音楽聴きながらやってましたとか、夜に集中してやっちゃってとかもいろいろあると思うんですけど、結果が出てりればそれでいいんです。いいかい 効率のいい勉強法っていうのはベストアンサーはないんです。もうこれをやっときゃ絶対大丈夫ってあったらもうみんな同じこと言ってるって。これ今どいろんな動画で喋ってる方がいるでしょ勉強法に関しても本もいっぱいある。でも書いてることってさ似てることはあるんだけど、じゃあ全部一致してるかって言ったらそんなことないよね。だからそれはその方その方によって違うわけです。俺が喋ることは違うし、この人が喋ることはちょっと違うし。だってそれはこの人はこれで成功してるんだもん。俺はそれで成功してるから。 俺のやり方を喋っていくし、俺の生徒にやらせてたことをやって、こうやって話しているけれども、みんなに全員がフィットするわけじゃない。いいかい自分が効率いい勉強法になってるかどうかは、毎日毎日自分と向き合うしかないの。で、そのためには、たくさん努力するしかない。限界突破の話もしました、この夏に。ね、一日でいいから限界突破してみて、すべてを勉強にさせただけでも、勉強する日にするんだってやってみって。で、その限界突破することはいろいろ見えてくる。で、自分がよく思っているのは、 効率のいい勉強法をするためには、無駄じゃねえかなと思うくらいに、たくさんの勉強をしなきゃいけない。たくさんの無駄の先に、効率の良さっていうのはあるんだよ。それをしなきゃ気づかないんだから。だって、いろんなことをやってきました。あ、これが無駄だったんだ、いらないっぽい。あ、これも無駄だったんだ、いらないっぽいって、どん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 それがスリムになっていって、効率的な勉強になっていくの。人から、これって無駄だよ。あ、そうなんだ、ふーん。なるほど、なるほど。あ、これも無駄なんですかなるほど、なるほど。って 実践してないのにできるわけがない、そんな。だから、もちろん人から聞いて、それを参考にするのは大事だけど、やらなきゃいい。頭でっかちになってんぞ。情報ばっかりで。なので、まあ、その部分をやっていきましょう。とにかく勉強する。勉強することでしか成績は上がらないです。この動画を見たって成績上がらないよ。いいあのい、多分今さ、いろんな方がいる。で、結構自分もね、最近はね、勉強系の YouTuber の方見るんですよ。結構このモチベーションアップの話をする方とかも見るんですよ。 俺が聞いてもね、アップするもん。で、いつも思う。毎回決めてることがあって、アップした瞬間に、俺ね、俺自身よ、俺よ、と。これ見ただけで、何か仕事の効率上がると思うなよ。お前がちゃん、俺ね、お前がちゃんとやらなきゃ、行動しなきゃ何も変わんねえんだぞって。歯、はあ、動け。歯、はあ、じゃねえや。さあ動け、つって。で、いつも言い聞かせてね。人って満足しちゃうんだよね。時にいい情報とか、いい動画見た後って、あ、頑張れる気がするって。 って言って、スマホいじってんだよ。で、そのスマホいじって、30分いじりました。30分後にはその頑張ろうと思った気持ちなくなってっかんね。じゃ、もう一回その動画見る。見ないでしょっていう悪循環になっちゃう。だから、やるしかない,い,い。この動画、もう今ここで来とって止めてもいいよ。もうここ止めていい。止めて、もう勉強始めな。ってやらないといい。あと何ヶ月あるよ。何ヶ月もあるのか。何ヶ月しかないのか。まあ、それはみんなにとって受け取りは任せます。 それはどっちがいいってわけではないんだで。けれど、やらなきゃ伸びない。やらなきゃ伸びないんだよ。で、その、やっていく中で、自分が定着しているのかどうかをとにかく大事にしてください。まあ、いつも言ってることでごめんね。でもそこなんだよね。昨日やったことが翌日にちゃんと定着してるかって。定着全然めちゃめちゃ忘れちゃって、もう私記憶力ないからバカだからダメだ。そうじゃないんだって。 暗記をするね、その昨日勉強して反復何回したんですかってメモっておきな。なんとなく3回ぐらいしたかなじゃないんだよ。もう、で、うまくね、暗記ができてないんだったら何時何分に確認したって全部メモっときな。で、それをメモって翌日確認する。で、暗記、定着してなかったら、あ、 そっか、昨日5回しかやってないけど、もうちょっと増やさないと私は定着しないんだなって。じゃあ、このタイミングここ1時間半も空いてたから、この間に30分後に1回暗記を挟んで、明日は今日は7回やってみようって。で、7回やってみてメモってよく翌日確認したら、昨日より定着上がってたなって。だったらその7回っていうのが自分にとっていいタイミングなんでしょきっと。そうやって自分にフィットする勉強法をやっていかなきゃ。なんとなくじゃ作れないんだ、勉強法は。 いいそうやって地道な地道な努力をしてってるのみんな。成績上がってる人っていうのは。いいかいっていう風にやっていく。一歩一歩進むしかない。いい何かを見たらもうすげえもうレベルアップなんてことはないから。そんなこと望んじゃダメだよ。一歩ずつ自分の足で。いいかい自分のこの足で一歩ずつ進むしかねえぞもう。もうぐだぐだ言ってらんないよ、本当に。これから学校始まるぜ。で、去年もそうだったけど、コロナ禍の受験は本当につらいんだ。 昨日のせ、今日は去年の先輩の話とかさ、いっぱい聞いててさ、もう、なんだろう、まあ、こっちが泣いちゃいけないんだけど、もうなんか感情移入しちゃってさ、ほんと辛かったろうなって。学校行っても辛いって、今年今デルタが流行ってるからもっと辛くなる。で、その中で、辛いことがいっぱいあると勉強集中できなくなるんだよ。家帰ってから、そっちが考えちゃうから。もちろん、そう言ってみんなそうだよ。みんな同じ条件だよって言ったらそうだけど、でもそのさ、不安の感じ方は人それぞれ違うから。 不安をいっぱい感じる方だったら余計集中しにくくなる。でもその集中しにくい中でも頑張ろうやるんだってなるのは自分が毎日この足で一歩一歩前に進めてるかってその自信なんだって。大丈夫。私は一歩一歩毎日進めてるからって。昨日よりレベルが上がってるからって。そう思えてるかどうかなんだよ。い,い最後に自分を救ってくれるのは自分だよ。今まで頑張ってきた自分だよ。他人じゃない。自分だから。だからそうなれるようにもし夏休み。 ここまでやっちまったって思う方は本当に今日から変わらなかったら多分変わらないよ変われなくなる学校始まったらいいかなだからすいませ、あ、んかバーって話しちゃいましたけどぜひ、えー、ここからです今日からですうまくいった方も今日からですうまくいかなかった方も今日からです自分のペースで自分の足で一歩一歩今日からまた前に進んでいってもらえたらと思いますということでねさてバーっと話しちゃいましたがここまでご視聴いただきありがとうございました 私もね、自分ができること、今週から授業動画もね、また撮れるようになりますので、スケジュール上、えー、そんな感じで、少しでもお役に立てるように頑張りますので、お互い頑張っていきましょう。それじゃあ、また次回の動画でお会いできたらと思います。それじゃあ、またね、バ,バイバイ、頑張るぞ